ヘルクさんには到底追いつけないですが、私も医療で頑張り年収1億を超えるようになりました。夢の車とか買えるようになりましたが、結局は物に対する価値観学生の頃に戻り、今では沖縄を愛し仙台まで通うのが夢です。え、仙台まで沖縄から通うの？周りには僕ぐらい稼いでる人いませんが、ひろゆきさんお金に対する考え方はどういうふうに変わってきましたか？変わってないですね。僕別にあの買いたいも元からあったわけではないので、なのでそのお金のあるようにない状態からあるようになった時の差がそんなにないんですよね。なんだっけな、あの前にその年収1000万円の人の気持ちがわからないっていう言い方を僕はしたんですけど、僕年収400万円ぐらいの確定申告の次の年に年収4000万ぐらいいっちゃったんですよね。なのでその要は800万1000万1200万みたいな、その普通の高収入と言われるラインを一切経由しないまま突然4000万にいっちゃったんで、そのあんまりなんかその金持ちになった感がないというか、なんか多分毎年毎年ちょっとずつ上がってって、なんか800万円だし、なんか周りの友達より金持ってるしとかで、なんかじゃあいい車買っちゃおうかなとかっていうのを超える前にその突然お金増えたっていうので、別にただ僕もともと車乗りたいとかは全然なかったので、そのまあ普通にいつも通り暮らすという選択をしてしまったので、そのお金持ち豪遊っていうのを未だにしてないんですよね。まあその別にあの車乗りたいとか、なんかいいマンション住みたいとか、なんかそういうのがないので、いい服買いたいとかが、で美味しい食べ物食べたいも、あの外出ないで家で卵ご飯食べてる方が美味しいよねっていうタイプなので、なのでそのなんかその豪遊的なことを多分したことないんですよね。ただまあ海外旅行とかよく行くので、そのそれが合流だと考えるのであれば合流かもしれないですけど、ただ僕日本にいるときは年末に1年のスケジュールを決めてたんですよ。この話前もしたかもしれないですけど、でなんでその年末に1年のスケジュールを決めるかっていうと、HIS が格安航空券格安ツアー の年末年始のやつを売るっていうのが大体12月の28とか29とかから始まるんですよ。でそのウェブだけなんかその電話とかはなんか29日からで、ウェブは28日からなんですけど、28日の安いやつを片っ端から買うんですよ。で大体そこの安いやつで片っ端から買うと1年間の旅行スケジュールが決まるんですよ。大体こう 2,3 ヶ月に1個ずつこう海外旅行を入れるみたいなっていうのが埋まって、でその後にまあなんかここ行きたかったよねみたいなところをちょっと埋めていくみたいな感じで、その月に 1,2 回どっかに行くみたいな感じのをしてて、なので1年のうち3分の1ぐらい大体海外にいるっていう状態を10年ぐらいやってたんじゃないかなっていうのはしてましたけど、ただまあ行ってるのはその HIS の海外ツアーなんでめちゃくちゃ安いんですよ。で僕はそのパックツアー見てるの好きなんですよね。そのまあ海外に行くときにそのパックツアー的なとこって大体その有名どころに連れてってくれるじゃないですか。で有名どころに連れてってくれるので、まあこういう感じなのねっていうのと分かるのと、あとその一般の人がどういうふうにそれを見てどう動いてるのかとか、一般の人が旅の中で何の話をしているのかとかを聞いてるのがすごい面白いんですよね。あ一般の人ってこういうところで引っかかるんだみたいな、なんかそのぼったくりの人を撃退したとかの武勇伝を一生懸命語るとか、いや別にそんなんいくらでもいっぱいいるし、別に武勇伝も何でもなくてただ断っただけでしょみたいなのをこうへーと聞いてたりとかで、ね、割と面白いので、なんで僕は HIS のパックツアー結構好きで、はい、行ってましたけど、最近行かなくなりましたね。